はい、どうも、シアツシノケンです。いつも私の動画に来てくださり誠にありがとうございます。はい、今日はですね、ちょっといろいろお話を、させていただければなと思うんですけども、ですね、よく受ける、ご質問というか、そういうのをね、今回はね、いろいろとお答えできればなと思っております。私今シアツスクールを定期的にですね、いろんなところでやって開催してるんですけども、なんで僕がこういうことをやろうかと思ったのが、理由がありましてですね、まずこの業界の話をね、まずさせてもらえたなと思うんですけども、まず指圧とかマッサージとか、あとリラクゼーション、あとはカイロとか、あとは柔道整復師、接骨院ですね、あとはエステとか、こうお客様がいてこうやるこのセラピストがいてっていう、こういうお仕事って、全体的にね、この業界でいうと、なんていうかな、エステ以外だとこう整体っていう部類に入ったりとかするのかな。僕の経験で、僕は指圧マッサージ師なんですけども、一応学校行って3年間行って、勉強して、で国家資格を取って、で指圧マッサージ師という、あと鍼灸も私持ってるんですけども、鍼灸指圧マッサージの学校ですね、そちらに行って3年間勉強して、授業料もですね、結構ね高いですよ。入学するのにもう100万円近く、で授業料が年間もう100万まではいかないですけども、70万ぐらいですかね、かかります。でその3年というふうに考えてもらえれば分かりやすいと思うんですけども、そんな感じでですね、結構高いですね。300万円以上のお金を使って、で資格を取ってっていうふうでやってます。で僕がね思うんですけども、今このね業界っていろいろあって、有資格者の人と、無資格者の人とっていう風でね、なんかいろいろこういう問題があるんですけども、有資格の人たちはそうやってね、時間をかけて免許を取って指圧マッサージ業にやってる、指圧マッサージ業を、やってるわけなんですけども、そうじゃないね、リラクゼーションのマッサージをしている人たち、いわゆる無資格でされてるという方たちに対して、この有資格の人たちがね、いろいろとこう圧力をかけたりだとか、そういったねこともあったりとかするんですよね。日本の法律では一応そうやって指圧マッサージ業をするにはそうやって資格を取らなきゃいけないというふうになるんですけども、ここでね一つ問題があって、日本にはこの一つしかマッサージ、指圧マッサージの資格、有資格、国家資格ですね、国が認めている資格が一つしかないっていうのがね、やっぱ僕は問題かなと思うんですよね。僕はハワイでマッサージ業をやってた時には、アメリカはですね、鍼灸、マッサージとか、そういう資格、国の資格ですよね、そういう資格と、あと別で州が発行しているマッサージライセンス、そうですね、エステの人とか、本当にマッサージの、そのリラクゼーションのマッサージをやるための、そういうマッサージライセンスっていうのがあるんですよね。そちらのマッサージライセンスはね、取るのにね、大体、期間で言えば1年未満ですかね。で費用としては、僕が行ってた、ハワイで行ってた学校ですと、そこのクリニックにね、クリニックというか、アカデミーに通って、そこで勉強して、でこう、州のそういう資格を取る、試験を受けて、ライセンスをもらうんですけども、だいたいトータル的に費用で、学校の費用と合わせていくらぐらいだったかな、現地の人だとね安いんですよね。我々日本人だと結構ね、また値段が変わってくるんですけども、それでも日本円で50万円もしないですよね。だからそうやってマッサージやりたいなと思った時に、じゃあ果たしてね、リラクゼーションのマッサージ、私は治療をやるまでは、いかないんですけども、お客様の疲れとね、ストレスを癒してあげて、こう楽にして差し上げたいという、そういう仕事をしたいという人がですね、3年学校に通って、授業料もね300万400万近くも使って、授業料だけじゃないですよね、お金って目に見えないところでお金もかかってきますよね。やっぱ学校通うとなると、普通の本当にお昼の仕事っていうのはなかなかできなくなってきますし、それで考えた場合にですね、あまりにもちょっと無理があるというか、もともとそのマッサージの本当に、リラクゼーションの癒しのマッサージをやるっていう資格がないっていうのが、おかしい話なんですよね。
ね、まあ、長くなりましたけど、僕はそこをやっぱりそこの矛盾をもうちょっと解消していきたいなと思って、リラクゼーションのマッサージを今やってらっしゃる方、そういう方のこう悩みをもっとこう解決していって、もっと自信を持ってね、リラクゼーションのマッサージをしてもらえる方に活躍してほしいと思ってるんですね。